ラボがお届けします。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらエコバッグ、こちらの方をちょっとね、いろいろ実演してどんなもんかというところをですね、見ていただこうと思います。はい、それではですね、1個目、畳んだ状態、畳みやすさ、コンパクトになるか、ここをね、ちょっとやってみたいと思います。これあ、こっち、これパンダ、パンダです。はい、いきますよ。これがこうなって、こうなって、こうなって、で、こんな感じかな、こんな感じ。はい、こういった感じです。じゃあもう一個、こっちいきますよ。これ結構これなんですね。はい、でこれも同じように、縦三つ折りして、こっちの方が簡単、間違い、こっちの方が簡単。はい、でくる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 、でここでこんな感じ、こんな感じですね、こんな感じ、はい、となってます。わかりましたかね、大丈夫ですかね。はい、どうでしょう、こんな感じ、こんな感じですね。ここね、これ、はい。じゃあですね、次は重さいってみたいと思います。44ですね、見えますね。はい、でこっちが、こっち重いかな、78という感じです。薄さこんな感じですね、こんな感じ、指と比較してもらえればいいかなと。こっちもこんな感じ、こんな感じですね。はい、はい、続いてですね、長いもの、長ネギとかですね、入るかどうかなんですけれども、これ長ネギないので、すいません、傘でいいですか、傘でいいですか。はい、じゃあこちら傘、これ何センチだろう。はい、傘90センチの傘です。普通のコンビニで売ってる一番安い傘よりちょっと大きい90センチの傘ですね。で、こっちから入れてみましょう。こうか、こんな感じ、長い、厳しいですね。逆に入れる人いないよね。逆に入れる人いる？長ネギ重い方を、葉っぱの方を下にして、ああ、おう、こんな感じですね。うん、もう一個、こっち、こっち厳しいかな。こっちの方がやっぱちっちゃいですよね。ああダメだ、こっちはちょっとちっちゃいですね。イメージできましたか、こんな感じになっちゃう。これでもダメですね。はい、こっちだ、こっちだと重い方を下にするといけるかもしれないですね。ほら、支えなし、あ、支えなし、うん、いいですね。はい、続きまして、ペットボトルが何本入るかです。ちょっと奥行き先にね、ご覧いただきましょう。こんな感じになってます。こんな感じ、後ろから見るとこんな感じですかね。はい、じゃあこっち先やってみますね。はい、これで7本入りました。うわっと重たい、これで何キロあるんだろう。これで11キロあります。11キロ、まだちょっとここ余裕ありますけど、頑張ればもう1本ぐらいいけるのかな。いや厳しいでしょ、
厳しいですね。はい、7本が限界です。じゃあもう一個青い方いってみましょう。こっちは間口、こんな感じ。あ、間口ない、あのこういう、あ、こういう感じになってるんですね、こっちはね。はい、こっちはこういう感じになってます。ちょっとやってみましょう。6かな、こっち。こっちも、こっちも7本いけました。7本、はい、いけましたけど、このね、長さか、肩は無理ですね、7本いっちゃうと。こっちはね、ちょっとこっちだとどうなんだろう。あー、こっちは入れてもここ肩かけられますね。こんぐらいある、ここ、こんぐらいあります、こんぐらい。青い方だとやっぱちょっと肩は無理ですね、肩掛けはね。はい、続きましてですね、中にこれ、まあお弁当とか入れると思うんですけど、とりあえずこう A4 のコピー用紙、これをね水平に中に入れてみようと思います。てかもう目に見えてる、目に見えてる説あるけど、こうやって入れないよね普通。こうやって入れるよね。あー、厳しいか、こっちは。あー、こっちは厳しいね、こっち厳しいっすわ。厳しいってこんな感じ、わかります？無理、こっち無理。これだったら入る、食べだったら入るけど、これお弁当厳しいね。うん、じゃあ次、こっち楽勝じゃない。ほぼほぼ緑に軍配上がってんだけど、大丈夫かな。ちょっと青頑張れ。ああ、あーでもギリかもしんない。こっちもこうやって入れないって、だからこうやって入れるか、こうやってだよね。うん、ちょっと斜めっちゃうけど、ちょっと斜めってるの分かります？斜めってますよね。うん、こんな感じ。これが真ん中くればいいんだけど、こんな入れ、こんスーパーでこんな入れ方しないですもんね。やっぱ片方に寄っちゃうとちょっと待ちが足んない、待ち？このあれが足んない感じかな。はい、ということでね、あと素材ですね、素材、これ素材書いてあるのかな。これも完璧なシャカシャカです、わかります？ポリエステル？ないよ、ないよ、こんな感じですね。ここに小さなポケットが1個ついてます、ここに小さなポケットが1個ついてる、こうやって、ここですね。はい、こっちはペロンってなる感じなんですけど、はい、こんな感じですね。はい、でもう一個、こちら、こちらはどこだっけな、紐があるんだよね確か、これ何だったっけ、引っ張ろうと思えば引っ張、これ引っ張って巾着タイプにもなる感じですか。ギュッて引っ張ってこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、はい、になります。こっちは上が絞れるって感じですね。こっちはちなみに、素材が、こっち素材表示あるんだね、ちゃんと。あ、ねえよ、こっちはね、ベトナム製って書いてありますね。こっちはね、あの緑に比べてシャカシャカしてない、どちらかというと布っぽいんですね。はい、でも布じゃないです、ちゃんと化学繊維ですね。プリントなんですけど、プリントは全部一緒、同じ方式なんですけど、下の生地が、こっちがナイロンっぽいで、そっちが布っぽい、しっかりした布なので、おそらくこっちの方が先に、まあ、プリントが削れてくるのかなと思います。はい、こっちはもう完全なエコバッグ、スーパー買い物に使えるエコバッグかなと。はい、こっちはどちらかというと本当にお稽古袋的な感覚になってくるのかなというふうに思います。はい、ということでですね、参考になりましたでしょうか。ということでね、こちらご紹介の動画とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございました。お時間ございましたらこちらの動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。
またのご視聴を心からお待ちしております。それではごきげんよう。